ポケモンキャラデザ杉森健殿が監修したポーズ人形メッセージフィギュアーズボディちゃんデラックスセットならポケモンのキャラクター余裕で描ける説を実践していこうと思うので、はい、まずは撮影で、これを早速クリップスタジオに取り込んでラフを描いていくのだが、早速首の長さがバランス悪かったので手直しをしておるのである。で、ここからも一気にペン入れをしていくんだけれども、杉森殿のペンのクオリティめちゃくちゃ高すぎて、それを真似するのがまず大変だったのである。結果まあ似てるか似てないかで言えば、まあ似てるんじゃないのかなってギリギリ言ってもらえる程度にはなったかのうとは思うんだけれども、まああとは塗ったらなんとかなるのかのうと思ったら、ほんと筆のタッチとか色の選び方が噛みすぎて真似するのにめちゃくちゃ時間がかかったのである。とか言ってる間に完成。実際かなり早く、そしてポージングをつけて等身バランスよくも描けたんだけれども、絵が似てるのかというとまあまあうーんって感じかな。よかったよというものはいいね、そしてこういうキャラクター描いてほしいななどはコメントにしてもらえると嬉しいのであるぞ。バイバイ。